トバル工場委員会マクタノサです。今回はウルフルズの明日があるさをソロギターにしてみました。ありがとうございます。本当はですね、今回簡単ソロギターという感じでやりたかったんですけど、実際弾いてみたらちょっと左手がね、なんかちょっと窮屈な部分だったんですよね。楽譜見る感じだと簡単そうに見えるんですけど、手数が少ないからといって簡単とは限らないと、ソロギター恐ろしいところですね。で、世の中でですね、書いていることを期待してるとですね、裏切られることがたくさんあります。そりゃもうたくさんあります。星の数ほどあります。で、ラーメンの大盛りって言った時の麺の量とかですね、少なかったり、あれ大盛りじゃなかったなとか、大盛りって言うともうどっさりきて食い切れねえみたいな、腹がみたいな感じだなとか、あとカレーの辛口の辛すぎとか、今はないですけど松屋のカレー、あれ普通のカレー別に辛いのとか頼まなくてもめっちゃ辛かったですね。一回しか食ったことなかったですけど死ぬかと思いましたね、辛いの。で、ラーメン屋とかでも一からとか言ってもめっちゃ辛いのとか出てきてね。あと女性の化粧とかね、裏切られることありますね。で、最近こう街中歩いた時に見る女の人の目がですね、大体同じなんですよ。なんか 2,3 種類ぐらいの目しかないような気がしてならないですけど、僕だけでしょうか。あとはですね、ジャズ入門のどっから入門すんねんと僕これ言ってますけど、もう何冊こうジャズ入門っていう本を見てきたか、一切入門させてくれないというね、ジャズの恐ろしいところですね。皆さんもですね、いろんなことを過剰に期待しないようにしましょうということで、ギターの解説していきましょう。カップはね、2です。これは本当です。期待してください。で、まず弾いていきましょう。そのフレーズをただ繰り返してるだけなんで、最初のとこ弾けたらもう最後まで弾けますね。これはそういう意味では簡単かもしれない。ここをですね、僕6弦でもう親指で押さえちゃう癖ができちゃってるんで、こういう2本しか押さないのに親指で押さえちゃうんですけど、ここで人差し指とかで6弦押さえたらかなり簡単なんじゃないかな、もしかしたら。ちょっと今気づきましたね。で、あとですね、 C っていうコードが楽譜にあっちゃうと僕こうピッて押さえちゃうんですけど、これをですね、この C の部分で5弦3フレットだけだからここしか押さえなくていいよって言って書いてても、こうなんかいつも押さえて、しかもこう1弦と5弦しか鳴らさないのに、僕くせこう3に1弦弾いちゃうんですよね。だからこうなんかこう録音してても、ああこれ弾いちゃった、間違った、弾いちゃったみたいな、 C メジャー7のこの音が出ちゃうとなんかちょっと違和感が出ちゃうんで、それでちょっとね、難しく感じましたね。ああ間違っちゃったみたいな。だからもしかして僕は難しいと感じたかも、感じましたけど、弾く人によっては難しくないって思うかもしれないですね。で、今日なんか図書館で本を見たら、クラシックのなんか本見たんですよ。そしたらなんかバイオリニストが何歳ぐらい、なんかちっちゃい6歳小学校まで何千時間と練習するみたいな話が書いてあって、なんか本当に上手くなる人はなんか間違う癖がついちゃってる子はすごい練習して、だからすごい練習したからこそこのなんかこう手癖がついちゃって間違えちゃうみたいな、だからちょっと少ない練習時間の子の方がミスらないみたいなことが書いてましたね。まあ僕もですね、ちょっと練習しすぎてちょっと手癖が変な手癖がついちゃいました。まあそれは置いといて、で、だから僕はコード見ちゃうとコード手で押さえちゃいますけど、まあ皆さんはもう2弦と3弦だけ、6弦だけじゃねえかっつったらもう2本だけ押さえてもいいと思います。で、なぜかここ突然こう3本弾いてますね。ここで3本弾くならその前の C のとこも3本で弾けばいいじゃねえかってなるんですけど、それはもう分かんないです。この楽譜を作った時の僕の気持ちが分かんないから全然
こは、うん、僕はやっぱこう12弦をこう1フレット出てくるともう制覇するしかないからな。人差し指で制覇しちゃうと中指で6弦をさ、なかなか辛いですけどね。やっぱ親指でいっちゃうかな。これが一つのまとまりでございます。そしてもう一回この一つのまとまりを弾くだけっていうね。だから簡単にしたんですけど、最後エンディング。ある明日がある、明日がある、ある、さあ、じゃらじゃーん、じゃらっという感じですね。どうでしたでしょうか。まあ全体的にやっぱ簡単ですかね。ただちょっとこうつなるとこがあるかもしれないですけどね、やってみてください。最近ですね、もうちょっとギターを弾きすぎてここの部分が痛くなってきたんですよね。温めればいいのか冷やせばいいのか、多分冷やせばいいと思うんですけど、それもですね、まあこう最近ルパンを練習してですよ、ダース・ベイダールパンを。で僕はアンプ苦手なんですけど、もうアンプをしちゃいましたね。すごい、これはすごい珍しいです。僕がギターの楽譜をアンプするってすごい珍しいことなんですけど、その分練習してるということで、もうあとはね、このあのダース・ベイダーさんのテンポに合わせてノーミスで弾くっていう作業だけなんですよ。でこれをするので、ね、なかなか手が痛いっていうね。皆さんもね、あの期待して待っててください。僕のダース・ベイダーが火を吹くのが、今月中に火吹ければいいですけどね。ちょっとね、ちょっと手と相談しながら、あんまり練習しすぎて、なんで今後練習できなく弾けなくなっちゃったりしたら怖いんで、まあ徐々にねやっていきたいと思います。皆さんもね、手のマッサージたまにはしてあげてくださいね。毎日歯磨きしますよね。そんな感じで毎日手のね、こう筋とか伸ばしてあげればいいんですけど、僕はいつもサボってますね。はい、というわけで次回の動画もお楽しみに。アグレコ50以下マフトーショーでした。バイバイ。